吉野さんお願いします。はい。事務所殴り込み企画。あんま来ないでくれるかな。殴り込みって言ったら怒られちゃう。あんま来ないでくれるかな。すみません。ハーフパンツ。やめてください。原さん監督がね、6月チームが固まりますよみたいなことをね、それはもうやっぱりうまくいかなかったということだと思いますよね。コーチプロ野球チャンネル。ということでね、笑ってらんないんですよ、吉野さん。うん、はい、9月12日、阪神戦、0-1で負けまして、今季の巨人の優勝が完全に消滅しました。ということで、巨人ファンもね、とても今はドーンと落ちてるところなんで、ちゃんと分析しようと、ね、敗因を。ということで、こんなものを、まあ負けたわけだからね。そうなんです。吉野さん前監督に、はい、皆さんの留飲を下げていただくという乗り込みました。はい。まあパッと浮かぶもので。まあだから分かりやすいのはね、数字で表すとね、まあ一番分かりやすいんだろうけど、まあいい数字もあればね、悪い数字もあるというか、まあ数字に表れない部分もあるのかな。その例えばホームランとかね。打率は良かったわけでしょ。そうなんです。チームとしての。リーグトップ、はい。ただ防御率がずっと悪かったのかな。防御率はね、まあ阪神と比較するのもあれなんですけど、防御率は巨人 3.57。今9月13日現在です。まあでも前半からはだいぶ巻き返したんじゃない。巻きました。ただ前半だって 4. いくつとかあった。ありました。一時期。そうだよね。はい。阪神がちなみに 2.63 と。まあちょっと良すぎるっちゃね、良すぎるんだろうけど。まあなんか噛み合わないっていうのがね、一番の原因だったとは思うんだよね。だっていい数字もあるわけだから、そのね。結構言葉を選んでます。難しいよね。ゆきのさん、カフェイン入れながらやってみましょう。なんていうの？難しいところよね。ただまあその数字があるのに噛み合わないっていう、だからもう一つ、その、なんていうのかな。のがまあ一番だよね。で、まあその大雑把に言ったらね。で、細かいこと言っていくとそうだな。野手で言ったら岡本だし、ピッチャーで言ったら東郷が、まあね、その、東郷に今ちょっと終盤に来て少しね、もう勝てないと。この間ね、中日戦はね、延長まで投げてさ、よかったけど、まあ勝ちがつかなかった。その前のもうちょっとね、9月入っての勝負どころがね、少し状態が悪かったりとか、あったけども、1年通して、なんとなく自分の力を出して戦ったっていうのは多分その2人ぐらいしかいないんじゃないの？そうですね。その、終わってみたら数字はなんとなく、なんとなくその選手の平均的な数字というか、まあ、試合に出なければね、ホームランとかそういうのは多少は少ないんだろうけど、なんとなくその打率とかね、年間通して落ち着いて戦った選手も少ない。少ない。っていうところもあるんだろうなとは、だからそうですね。おっしゃるとおりに岡本、バッターで岡本選手が、まあ、すごいいい数字でね、岡本だけでしょ。まあ、その固定しろっていう、固定することが、その全てじゃないし、日替わり打線で勝つチームもあるわけだから。ただ、岡本だけでしょ、多分打順が動かなかったのって。特にやっぱり1番バッター、3番バッターがもう、まあ、1番バッター、3番バッターというか、その、結局、去年、一昨年の、まあ、19優勝、20優勝、まあ、両方とも日本シリーズ負けなんだよね。21、22とその順位が下がっていく中で、課題が結局一つもクリアされてないでしょ。そのじゃあ中継ぎが悪い。ただ数投げてる選手とかね、期待できそうな選手はいっぱいいるんだとは思うんだけども、じゃあ試合でその結果としてね、抑えられてたかっつったら前半やっぱりその辺で結構防御率が、チーム防御率という部分では、まあ先発も含めてなんだろうけど、悪かったんだろうし、結局その岡本以外の打順がある程度というか、こいつがここだっていう役割というか、が決まらないというか、決まらないとやっぱりね、その働きというかなんて言うんだろう、役割も全うする選手がいないわけだから、なかなかチームというか、個人的なね、選手個人も含めて、チームもそう当然だけど、落ち着いた戦ってる時間があんまなかったんだろうなとは思いますよね。だから原さん監督がね、その6月だからね、7月ぐらいにはチームが固まりますよみたいなことをね、キャンプとか開幕ぐらいにね、おっしゃってましたけど、それがもうやっぱりうまくいかなかったということだと思いますよね。うん、まあ、6月なんとなく馴染んで、まあ、交流戦でなんとなくこう上がってったんですけど、長続きしなかったっていうのもあるっていうか、結局計算していた選手がまず丸選手とかがね、数字がやっぱ上がらないままもう来てますもんね。そうですね。だからそこで何て言うのかな、まあ本来ならね変わっていかなくちゃいけないし、まあそういう選手も出てきているんだろうけども、ただまあやっぱりまあ正直ね、多分そういった今までのね超主力たちっていうのは少しずつもしかしたらまあまだまだね、もうひと踏ん張りできることできるとは思うけども、じゃあそこに近づいてくる選手たちもまだまだそのそういう選手に取って代わって出れるまでにもなってないというか、まあ出れるようにしてないっていう部分もあると思うんですよ。やっぱり選手がねいっぱいいるっていうのは、これは戦力の層の厚さっていうの部分ではいいんでしょうけども、なかなかその競争にみんなが抜け出せないっていうジャイアンツのよくあるあるなんだと思うんですよね。それでなんて言うんだろうな、もう一つチームがね落ち着かないっていうのはあると思うんですよね。それだけ戦力がいるっていうのはいいんだろうけど、なかなか固まらないっていうね、見方を変えるとそういうのもあるんだろうなとは思いますよね。だからここ数年の課題、さっきおっしゃった課題っていうのが坂本選手、丸選手に代わる選手、もう一伸びする選手が変わるというか、結局レギュラーが生まれてないわけじゃない。はい、やっぱタイガースっていうのはレギュラーが生まれたわけで、ここ数年1人ずつぐらいは近本選手であったり、中野選手であったり、で今年はまあずっと出てたけど、やっと大山がね今シーズンの4番として落ち着いて、佐藤がね少し良かったり悪かったりっていうのはあるかもしれないけども、そういったでも中でその1番2番4番っていうのはある程度ね落ち着いて、そこにねここからもしこうやったいい戦いをしてる中でルーキーの森下とか、まあ佐藤が本当にこれでねまだまだ荒いんだろうけど、やっぱり5番という打順でね、5番とか6番という打順で彼が落ち着くようであると、やっぱりタイガースとしてはそのなんていうのかな、チームのいい段階でこうやってきてる。まあただね、とはいえやっぱり18年ねかかってるわけですからね。はいはい、だからなかなかそうやってチームがこうやってうまく上がっていくっていうのは難しいことだとは思うんだけど。なるほどね。確かに。だからバッターだけ、ピッチャーの方でもそうなんですね。結構阪神の方はやっぱり。伊藤投手じゃないですけど、村上投手とか大竹投手とか、これが10勝してるんですよ。まあだからこれは嬉しい誤算というか、まあ頑張ってほしいなと思いますよ、タイガースの首脳陣も。でも、ここまでやるとは予想はできなかったと思うんですよね、やっぱり。ただまあその分ね、青柳投手が少し前半調子悪かったとか、あとは高橋投手がなかなか戻ってこれない、今シーズンだった。あと湯浅投手がね、やっぱり今シーズンちょっと調子悪くてなかなかできなかったとか、そういったなかなかその計算通りいかなかった部分もあるんだろうけど、それをカバーする、ね、選手が出てきたっていうね、才木投手だって今年ね復活してね、結構投げてるし、でもジャイアンツピッチャーはねだって山崎伊織が同じ仕掛けてる、で横川もそこそこ投げる、で井上今シーズン少しねなかなか怪我の出遅れがあったりしたけども、で赤星が使えばそこそこ投げるとか。中継ぎだって生きのいいピッチャーが出てきてるわけですよ。出てきてますね。内投手、あと松井、田中、やっぱりこうやってここ数年取った選手たちっていうのがある程度早くからこうやって戦力になってるわけだから、選手がいないわけじゃないと思うんですよ。野手だってね、岡田がいたり、まあ秋広今シーズンね少し頑張ってとか、門脇が出てきてレギュラーを取ったわけだし。まあ結果はなかなかもう一つだって大声がいたり萩尾がいたりとかね、だからそうやって名前を出せば出てくるんだけども、なかなかね誰かが独り立ちしていくで、こうやってどんどんこうやっていくっていうのができてないんだよね、多分ね。今年のだからその若手が秋広選手筆頭に出てきましたけど、ただ僕の勝手なね個人的な感想として、ちょっと悪くなってくるとやっぱベンチに下がっちゃったりね、なんかもうちょっと我慢してほしいなっていうところも多少、まあここはその、ね、難しいところで、やっぱり、僕はね感じたのはやっぱ勝たなくちゃいけないんだっていうのを、ね痛感したんで、我慢しないとやっぱ育たないと思うし、やっぱある程度ね、育てるっていうところでは。まあそれとね、じゃあ勝つこととのバランスってね、非常に難しいなという感じたんで、いや難しいですね。監督を含めた首脳陣、まあこれもしかしたら球団も含めてなのか、考え方次第なんじゃないのかなと思います。極端に、じゃあ勝たなくていいよ。まあ、吉野ジャイアンツって言ったら。あのね、勝たなくていいよっていうのはね、やっぱダメで。はい、いや例えば極端に、じゃあ、もうずっと負け続けてもいいからその選手たちを出し続ければなんか変わってくるんですかね。まあどこもね、負けてもいいからって思う戦ってる6球団だけど12球団どこもないと思うんですよ。ただそうせざるを得ないとか、いろんな状況でね、多分そうなっていくからチームがねできたり若い選手が育ったりするんだと思うんですけど、まあその状況がねいろいろそれぞれ違うと思うんで、しかもその負けてもいいからと思って使ってても多分なかなかね、いい方向にいかないと思うんですよ。はい。選手も多分そういうの伝わると思うんですよ。緊張感がないというか危機感もないし、やっぱ勝ってこそ上を争ってこそ緊張感が、やっぱりそのそういったシビアなところでね、緊迫したとかなんかっていうところで積み上げていかないと、やっぱりなかなか力ってつかないと思うんで、なるほどね。だからまあなんていうの、そのこれはだからね、これですね。もう人それぞれの考え方は一つだけど、ここはやっぱり乗り越えさせなくちゃいけない。っていう場面も多々あるとは思うんですね。そこをだからどう思うかじゃないですか。こればっかりはでも難しいですよね。本当に勝たないといけないし、やっぱりコメント欄僕ら見てても負けるとファンの皆さんも結構機嫌悪いですよね。とは言っても若手の選手たちをどんどん使ってほしいっていう声もいっぱいあるんですよ。だからそれはもう本当にね。それぞれ理想論かもしれない。でもやっぱりね、理想というかね、やっぱりそれを両方とも言わなくちゃいけないんで、ちょっと言い方はね悪いかもしれないけど、23年ちょっとあれですよね、なんとかいる選手を1人でも2人でも育てなくちゃいけないって、ちょっと遅れてる感はあるのかと思いますよね。やっぱりこの隼人とか丸がやっぱね、怪我も離脱もしたりとか数字も落ちてきてる中で、本来彼らがバリバリのね、まだまだの中で一人二人本当はどんどん出てこなくちゃいけないとは思うんで、それが結局悪いことじゃないんだけど、やっぱりじゃあ勝負どころ出てくるのが、じゃあ梶谷、長野ベテランが出てきちゃうわけじゃないですか。彼らがね、代打とかそういうの切羽詰まったところだったらね、まあそれはそれで彼らも頑張ってるから、それはそれでねあれなんだけども、やっぱり彼らにまだね押しのけてまで出続けられるレギュラーがいないっていうのが、まあ苦しいとこなんだろうなと思うね。そうですね。しかも今となっちゃう、まあ V2 はしましたけど CS っていうものが残ってたり、やっぱ3位に入ってね、もう一回下克上っていうものもあるわけですから、何を取るか。先日秋広選手が出てきてタイムリー打ったりっていういい光景もあるんですけど、やっぱ勝たなくちゃいけないのね、どこも。野球選手っていうかある以上、勝たなきゃいけないのは絶対だと思う。育てるために野球やってないですからね。やっぱりうまくやっぱり監督っていうのはマネジメントしなくちゃいけないんだろうなとは思います。だってマネジメントですね。まあその当然ね、そのモチベーション上げてあげるモチベーターみたいなことも監督としてはやることなのかもしれないし、作戦をね、戦略を立てることもそうかもしれないけども、やっぱりチームの選手を育てるマネジメントもね、やっぱりやらなくちゃいけないし、これをどうやってバランスを取るかっていうのが難しいんだと思うんですね。バランスですね。だからその中でやっぱり門脇選手とか、なんか今までにない選手がちょっと出てきた。選手はいっぱいいるんでね、可能性を持った選手たちがいっぱいいるんで、それをじゃあそういうふうに本当にできるかどうかですね。負けて弱いわけだから練習するしかないわけじゃないですか。チームの顔を動かしたところだか